ルボサウルスの全身骨格は最高だったな。特に恥骨、恥骨は骨盤の下前に突き出ててブーツみたいな形なんだ。そこには後ろ足の大腿骨を引っ張る筋肉がつくから、恥骨が大きいほど足を前に引く力が強いって。つまり足腰の筋肉が強いかどうかは恥骨の大きさを見ればわかるわけで、もう恥骨って素晴らしいな。オピストコエリカウディアは以前の研究結果より肩甲骨が水平に対して55度から60度傾いていたことが分かっている。それに棘突起が二分岐していて、突起に沿って2列の靴下の突起が並んでいる特徴があって、あと尻尾の前半部の椎骨は前側が出っ張ってて後ろ側がくぼんでる。もう分かっちゃったと思うけど、オピストコエリカウディアはオピスト後方、コエルくぼみ、カウディア尻尾という言葉から来ていて、リクト、何、自分が面白いと思うことがみんなも面白いとは限らないからな。え、つまんない。僕ここにいない方がいい。いや、いていいんだよ。気をつけような。うん、食べよ。焦げるかと思った。